中を過ごしてまいりましたけれども、今日スーパーよさこい2022に参加させていただきましたこと、大変嬉しく思っております。来年安心安全のイベントを開催できることを願い、最後まで一生懸命踊らせていただきます。応援よろしくお願いします。